げえな。え、住んだおりなんですかね。いや、多分住んでないですよね。え？めっちゃ怖いんだけど。そうですね。ああ、供養するため。沖の国、沖の島ですかね。そんなことあるんですか。呪いのビデオじゃないですか。交通安全って書いてます。どうします。これ久しぶりみたいですよね、この。そう。ビデオテープ、テープ。怖いな。それ。これ車庫ですか。車庫。あれ車庫ですかね。向こうにもありますよ。僕はなんかお堂みたいな感じですかね。立ち入り禁止って書いてないんでな。これ夜は怖いっすね。ねえ、ちょっとああ、ここからお堂は普通の。でもおでなんかこの神社の関係の宿舎じゃないですかね。ちゃんけんさん、結構神社とかお寺行くんですか？わあ、まあ嫌いじゃないですね。結構なんか宗教興味があるというか、なんか宗教ってめちゃくちゃ種類あるんですか。そうですね。もうなんかちょっとうさんくさいのもあれば、その昔からある信号書とかそういうのもあったり。確かに。あ、これ糖度焼きになったやつな。あ、ですね。楽しそうな感じで、なんか知らんけど子供の頃ってこういうのやりたら楽しかったですよね。確かになんか盛り上がってね、なんか踊って山の学習ね。そうそう。大久保利通公の馬車があるって書いてます。有名な人です。今どこ？利通公どこ？ここあ、どっか馬車のあれがあると思うんですけど。結構でかいですね。あ、この裏にも多分ここは。すごい、これで。ああ、釣りおみくじ、これでどれがとか初めて見た。あ、いろいろありますね。だるまとか。いろんなの。最先端ですね。でもね、ペイペイでっていうのが、100円以上からっていうのもなんかちょっとネックですけど。最先ドラマもお手上げですね。そういうことですね。まあそういうあれもありますよね。まあまあ確かに。すごいな。お、なんかすごい蔵、古い蔵、はい、無人お守り、あ、これはあれじゃないですか、大久保利通の馬車。ああ、これか。どうですかね、ちょっと書いてないんでわからないですけど。これっぽいですよね。ああ、昔の馬車の上に。ああ、ほんまですね。なんかあんまりそのこういうなんていうんですかね、本殿というかあれが並んでるの見たことないですね。ないですよね。もう一つだけポツンとして後ろにその社があったりとかそうですけど、こうやってなんか平等にこの並ぶっていうか、うん、ないですね。うん、なかなかなんか結構面白い神社です。改めて。あれこっちじゃないですか。こういう感じになってます。1、2、3、4、5、6。ようこそ熊野神社へお参りいただきました。お守りは1つ800円となっております。なお、お守り以外の品はそれぞれお値段を表示しております。お支払いは両替機横の初保領箱へ納めてください。すごい両替機ですね。また、もぎ取ったような感じ。すごいペイっていうのが強いですね、推しが。おお、何でもありですね。ですね、ドーパミンお守り。何でもありですね。言ったもん勝ちじゃないですか、これ。ほんまですね、見たことないですね、こんなに。ご利益があるっていうか。シナプス。交通安全とか、そういうお守りがあったりとか。身代わりあ、石鹸なんか薬流し石鹸。